はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、白子軍です。今回5区目リーダーで GT ヒーローで挑んでみてくれということなんで、今回レッドゾーンでルード挑んでいこうかなと思ってます。左から、突1、突1、突、3突だったかな。はい、3突、無突、2時、2時です。やっていきましょう。ルードはね、結構ね、苦戦しやすいと聞いてますんで、まあ今回はね、そのルードをぶっ倒しましょう。最高だぜベジータ、完璧ですね。このセリフを聞くだけでもうゾクゾクしちゃう。変態じゃないですよ。これ取って、あ、これ取ろっか。これでいきます。ごめんなさいね、鼻が詰まってすみません。やめてー、痛いよー。一気に HP 減らされたわ。こいつ強いんですよね。しかもめっちゃ強い、鬱陶しいぐらい。うわー、いいねいいね、かっけえよ。オッケーオッケー。そい、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 そい。まあ、回復効いた方がこいつ便利なんかな、ルードに関しては。それはちょっと思いますね。で、即多めでもいいと思う。2ステージ目が即属性なんで。あ、力属性なんで、相手。それに関しては即多めでもいいと思います。まあで、まあ、有利でマウント取れるようにした方が俺的にはいいんちゃうかなと思うんだけど、並びがすげえ悪いんだけど、どうしようかな。ごめんなさいね、鼻がねマジで詰まっててね、鼻声マックス鼻声なんですよ。ごめんなさいね。でこれでいきます。すいません。さあどうだい。めっちゃ、おお、反撃来た、危ね。有利特性でも今ぐらいダメージ食らうから、ちょっと危ういですね。そい。あ、2ステージ目に関してはアイテムは絶対使わなきゃいけない。それはあるね。龍拳爆発、すごいな。貫突したら500枚いくんか、2発目で。すごいね。さあ2ステージ目いきました。ここからですね。こいや、リンクはねすごいですね。驚異的なスピードあるし、GT ってなんだっけ。あ、じゃないな、邪魔やな言っちゃった。気力プラス2か。てか俺ベジ4全然育ててねえな。レベル1だ。で、超撃さ、アタック、サヤジの方向知らんす。まあ、とりあえずやっていこう。アイテム使います。とりあえず、アイテム使って、防ぎつつっていう感じでやっていけれるかなと思ってます。で、どうするかな。悟空4がね超必殺技打つの大事だから、これでいきます。さあどうでしょう。やっぱり一発目 OK ってことは真ん中でもう必殺打ってくることないから、これは安心していけますね。はいファイヤー、圧巻いった。ファイヤー、いいねいいね。よし。どうしようかな。なってもいいんだよな。31番か。かっけえっすね、やっぱかっけえっすね。で会心入れつつ、強いよ強いよ、とっつぁん強いぜ。さてでこっからはこれ取ります。でビジータレに気力取れるんだったらもうこれ取ってこれでいきます。さあどうだ9。下手したらここで倒せるけどね。ビッグバンカメハメハー確定開始です。オッケーナイス。これでもう一発追撃出たらでかいよな。あーそうか忘れてたそいいっけベジータギャリコー。地味にスキップいいね攻撃スキップ。はいてな感じでいかがだったでしょうか。まあ結構スッといけたね。スーッといけましたね杖はやっぱり杖。もう一個のステージもやってみるか。さあレジックもやっていきましょう。同じメンツですね。レジックってなんだっけ、連続性だっけ。ちょっと待てよ。あ、そっか。ちょっとメンツ変えよっか。やっぱり技にしよう。でも言うていいキャラあんまおらへんからな。あーでもこいつおった。こいつサポートとしても優秀だね。こいつありかもしれないですね。40% アップまでいくんで結構便利かなと思います。どうしようかな。こいつ入れようか。悟空外してこれで。ちなみにこいつ、1突してます。はい。で、あとは、龍拳爆発はないな。絶対ないな。あるとしたら、ウーブかな。ウーブでもね、そんな強いわけじゃないんですよね。うん。変身合体したらある程度強いとは思うんだけど。まあ、それでも 100% か。悩ましいとこだよね、こういうの。すっげえ悩ましいとこ。でもカメハメハウーバーあるから、ウーバーはまあありっちゃあり。まあだけどここはちょっと無難にいきます。ごめんね、鼻が詰まってね、鼻声ですけどね、誠に申し訳ない本当に。これでいくか。別こんな感じで、左から無凸1凸1凸1凸無凸2次、フレンド3凸です。やっていきましょう。ごめんね、なるべくちょっと頑張るからさ。うわーってな感じでやっていきましょう。こっちにね悟空&ベジータ来るから。でレジックはとりあえず最初アイテム使います。最初にアイテム使うことが結構重要かなと俺は思ってる。ラビット危ないー。7個取れたからいいや。ミスった。すっげえミスった今。これでいきます。レジックね結構破壊力高いです。だからもうで1ステージ1ステージしかないからギリギリでアイテムを避けるんかよお前。ギリギリでアイテム使うよりまあもう初手からアイテム使った方がいい絶対に。こいつは俺苦戦しました普通に。必殺の威力をバカ高えから気ぃつけた方がいいです。そい OK ナイス。 HP なんぼだ60万ぐらいかちょっと見えんかったな。ファイヤー OK いいねいいな。極ベジ突れたら突りたいけどな。まあ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 引けただけラッキーだ。60万ぐらいですね HP。よしよしよし悪くないですね今のところ。こいつは残したいなサポートとして。8ああこいつ1個だけでいいや。これでいきます。そーい強いね。いよいよファイヤーいい軽くしてる。さあ誰が決めるんでしょうねこれ。もしかしてゴジータですかあなたですか。でも満を持してのゴジータ登場ってすごいかっけえよな。そうだよね今まで技が出て血が出てね本当にマジでこいつ出てんじゃねえかって思われたけどここで生きて出るっていうね本当にかっこええわ。これ満を持して出た時の期待値ってめちゃくちゃ高いからねはい OK それクリアできたなってな感じで極ベジリーダーでの GT ヒーローなんですけどやっぱ火力高いし HP 高めに設定されるんで、まあ、結構余裕やったっすね。ルールがちょっときつかったけどはいってな感じでね皆さんもぜひ極ベジータ引いてみてください。もう普通に強いわ。僕もねゴッドの方引けたらね引こうかなと思います。はいってな感じでご視聴ありがとうございました。またねチャンネル登録とよろしくお願いします。ごめんね今日はねちょっとね鼻水がねそれじゃあまた皆さんバイチャー。